select your character. Taukaka. Platinum the Trinity. さあ、MWB 3組目は千葉県さんのプラチナです。さあ、最近狭間ではなくてプラチナをメインで使っている。狭間の時より安定感ありますね。狭間の時はもうほぼポロポロ落としすぎてちょっとあれだったんですが、プラチナでも落としてはいるもののそこまで致命的な火力低下はないような感じですね。さあ、お尻はガードしたが 6A で上の方にカウンターが当たる。さあ、今の多分マギカ読みなんでしょうけど飛んでいました。三振指導から、さあ痛い、あと青ビードアが投げる、あとプラチナのクライ判定か、まだ開かないぞ。あ、普通にジャイアン飛んできた。ここもできないが、三振途中から食らう。一本練習したのはタオカガです。はぁー、ぼったじしている。さあ、これは美味しいぞ。どこでコンボこぼれるか分かんないからね。あっ、危ない。今のクラッチはいけない指導のかなり上位に入ります。さあ、これはバースト我慢してたらそのまま死んでいった。まずは千葉県です。あ、じゃねえや、武器です。さあ、あっという間に1本取っていきました。麦田岡賀が1勝。Platinum the Trinity。The Wheel of Fate is turning. Rebel one. Action. なぜブーメランガードしたお前が先にパンチを捨てるのと言わんばかりと見え。鬼。さあ、前ダッシュでくぐる。ひたすらブーメラン投げていきます。オラオラ、ミサイル撃っていくが合間に潜る。ハンマーしっかりバリガしている。これはスズランと一緒ですね。感覚に B が当たって、さあ、ガメラジついにコットが当たっているぞ。なぜしゃがんでいるのかわかんないですが、さあ、一本選手したのは田岡か。さあ、猫にで、ガンガン足かけていきます。ダメはじ移動権を取って、マミサーキュラーがめくりの中断になった。まあ、なんか中途半端だと思いますが、おお、当たる。お、これ確定ですか、カウンターで。じゃあ、猫をバンバン打っていくが、全部使ってカーッとかわしている。いえ、猫カウンター、どうなんだこれは。ああ、倒しきりますね。さあ、1-1でファイナルラウンド。マギか、投げて
た泡に包まれてからの、これはシーガミさんが早めに切っていきます。さあシャガパン打てたイメージなんですが、その問答上で立ち切りで蹴飛ばしていった。いいえまで当てて3700。さあ OD したんですけど何も起きなかった。どうするこれ、普通にガード あ、2B でうまくくぐっていきましたが、しっかりプラチナも逆ガードしましたね。えらい。さあ 2B が当たる、立ちくらいしっかりコンボ投げて、またも投げが飛んできた。さあ麦田岡田が2連勝。今のは結構いい勝負だったんですけどね。さあ今まで1-1でなってたんですが、2戦目も麦が勝利したことで早くもリーチです。Platinum, the Trinity. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Alright. 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 Alright.あー、6A 受け身取ったらバリが大当たりで苦戦してるだけですね。 OK、逆にガードしてたのに、これはいい反応です。 6A 対空じゃあ西を叩き落とす。さあ、ほとんど 6A で終わった。麦田岡がリーチ。あ、これ開幕ジャンディー危ないんですよ。左3000円超えちゃいますね。最初の開幕コードでダンシングエッジカウンターを食らうと非常にまずい。一応ジャンシージャンシー、あ、BC で当たったが、フライパンをきれいにかわしている。 EA 遅い。さあフライパン思いっきり見えてましたからね。持続をどうも気にしたか。さあ中野からハンマーはしっかりバリがしてます。あ、バリがしている、素晴らしい。さあバットバットバット、あっという間に消費した。投げ抜けた。さあ空投げをしていくの、田岡が。スロケンプラチナはさっきの負けパターンから抜けていきますが、果たして間に合うか。ここリードしてるのは田岡か。さあ、アンタで目前だ。さあ、シャガパン当てているのは田岡か。というわけでここは麦田岡がストレート 0-3 で勝利となりまして、柴犬プラチナを下しました。